三代、辰馬越造12月2日から1980年8月17日は、日本の酒造家、実業家、兵庫県多額納税者、辰馬越造商店社長、北辰馬屋第三代当主、兵庫県西宮市出身、仙台、辰馬越造の長男、1917年、家督を相続し、全名、漢字を改め襲名した。 1918年、京都帝国大学史学科卒業。酒造業を営み、名酒白鷹の醸造元として知られたが、1929年、酒造業の全般を株式会社、辰馬越造商店に移して自らその社長となり、経営に努めた。あとこれを退き、その取締役となった。1976年、辰馬高校資料館設立。 貴族院科学納税者議員選挙の五選資格を有した。宗教は新州。住所は兵庫県西宮市倉掛町。三代越蔵は京都帝国大学に学び、家業の手造の傍ら、考古学の研究と考古資料の収集に努めた。中でも、銅卓のコレクションは、質、量ともに日本有数のものである。彼は大阪湾沿岸周辺で、 数多く出土する銅卓が現地に留まらずに散逸し、一部は海外に流出していることを知り、研究資料の保全のためには自ら収集するほかないと考えた。ありがとうございます。